はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。ディミーヤのザナサーロックということで、はい。かなりね、今までネタに走りすぎて、ザナサーであったり、デミリッチであったり、まあ、4積みって感じだったんですけども、まあ、ちょっと今回は、ランク戦でも勝てるやつをね、ちょっと目指したいなということで、まあ、まだ今回はランク戦じゃないんですけど、調整していきたいなというので、作ってます。そうするとやっぱザナサー4枚は入らないですね。まあ、とりあえず今回2枚です。2枚か3枚かで悩んでるんですけども、まあ今んとこは2枚でも十分いけるかなっていうのが、まあドロースペルがね、ちょっと今回入ってないんで、今後の課題かなとは思うんですけど、はい、レシピの方が、唱え損ねが1、脅迫が2、エレボスの介入が2、ジュワー島の攪乱が1、才能の試験が1、非実体化が1、苦悶の開墾が4、落雷が4、タッサの介入が3、真夜中の時計が4、襲来の予測が1、悪意の熟達が2、絶滅の契機が1、真面目な身代わりが4、影の氷結が2、ギルドの重鎮ザナサーが2、バントレス城が1、ストームジャイアントの青銅が1、島が5、ロークスワイン城が1、沼が6、目玉の、暴君の住処が1、カーフェルの港が1、清水の小道が4、グーアの小道が4、廃墟の地が1ということでね。はい、60枚デッキです。まあまだね、調整中なんで、また近いうちに調整後のやつも紹介すると思うんですけど、まあ今回はね、これでやっていこうかなと思います。はい、プレイ。これはちょっと無理だね。マリガンします。まあまあ、これだったらいいか。ターン終了。さあ、なんか赤タンがぶん回ってきそうで嫌だね。赤タン分回ってくると、まあちょっと勝つの難しいですからね。先行取られて分回られると、こっちまだ何にもやってないからね。この差はひどい。さあ、絶滅の契機か影の氷結引かないと多分厳しい。お、絶滅の契機引いた。これはありがたいね。一応タッサの介入構えときたいね。これここで多分飛んでくるんじゃないかな、エンド時に。ゴブリンなんか2体出すやつ。お、何も来ない。これはワンチャン出てきた？さあ、3点。お、ここで撃ってくるか、プラニプラゼロのインスタント。いや、飛んでこない。さあ、ターンもらいます。さあ、絶滅の契機奇数。まあ、この後ゴブリン飛んでくるのかな。さすがに持ってると思うんだ。
止まり方がね。ただゴブリン2体ではそこまで脅威じゃないんで、エレボスの介入で3点回復していったりもできるし、さっさとザナサーまでつなげたいね。さあ奇数ターン終了。ん、何もなかったか。お、これは結構いいパターンじゃない。さあ真夜中の時計、これでエルボスの介入 X1 で撃てるんで、割といい感じにいけるかも。まあ、おたけぶゴブリンいるとちょっとめんどくさいか。まあ、3点は食らうけど。はい。さあ、エレボスの介入 X1。まあ、ライフは回復させないと。まあ、それはもう全然関係ないですね。さあ、島持ってきて、ザナサー。逆に霜が見よったんでザラスは対処できなくなったんじゃないかな。損壊名手。さあ相手土地なんでこれは引かせたい。さあ真夜中の時計もう一個。ターン終了。さあマイルドなロックが始まりました。霜神、はい、オッケー、はい、オッケー。まあ相手のね、多分スペルかなり細かいんで、もうこの先は土地しか引かさないようにはできそうな気はするんですけどね。さあターンもらいます。さあ逃走兵。さあどっちがゴブリンデッキかわからんようになってくる。はい、土地を出す。ホブゴブリンの隊長。さあ、これで殴りましょうか、ザナサーで。さあ、ダック。あ、こいつも殴れるのか。ターン終了。もうこの後は相手は土地だけですね。
はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。はい、土地を出してターン終了。ターン終了。まあこれはかなりやりやすそうな展開ですね。わあ、聖呪文縛りか。まあいいっすかね。さあ落第。多分影の氷結とか選ばれるんでしょうけど、まあ土地は全然伸びていきそうなんで。だ、氷雪じゃないんだよね。普通の土地なんだよね。これがどんなデッキなんだろう。普通にクリーチャー化するの新しい土地入ってんのかな。さあ、OK です、OK です。さあ島持ってきてターン終了。展開の語り部。はい、さあ情熱的な先導者。はい、タッサの介入 X2。 さあ廃墟の地で、はい、真夜中の時計。ターン終了。あー、普通にそれが出てくる。危ない危ない。ジュワー島のかく乱。さあ影の氷結。まあ一旦ね。さあダクソス。さあここでザナサー出せれば、まあ一応土地は欲しいかな。まあサイズ的にはザナサー出せば大体もう止まりそうな感じしますけど。さあヘリオッド。ヘリオットがね、クリーチャー化してくれてるのは助かるね。さあ向こう平地なんで、絶滅のケーキ奇数。巨人落としがちょっときついかなぐらいか。
ああ、なるほどね。ヘリオットごといっちゃうわけか。厄介だね。じゃあまあ偶数でいきますけど。ターン終了。さあ、高機能の野心家。ここは乗せとこうか。真面目な身代わり。さあ、島持ってきます。ターン終了。さあ、33になる。まあこれはブロックしとこう。はい、ブロック。そしてカードを引く。はい、オッケー。わあ、ここでスカイクレイブの亡霊。いやー、よかった。カウンター残しといてよかった、本当に。X1。危ない危ない。落第使わんでよかった。さあ、落第。ターン終了。さあ、カウンターが乗って手札が補充される。いや、いいですね。絶滅のケーキあるのがいい。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。ん、ちょっとハンドが遅いね。というか土地がちょっと少ない。はい、7枚でキープ。さあ、脅迫。沼が来たのはありがたい。まあ、ロールスか。ターン終了。リリアナも早めに抜きたいんだけど。はい、ターンもらいます。土地を出す。はい、真夜中の時計。早めにこれセットすることによってね、プレッシャーかけていきたい。さあ、カウンターが一つ置かれる。
さあ土地をセットしてターン終了。さあカウンターが置かれる。向こうも土地順調に伸びてきますね。エクスタスか。はい、まあ OK。エレボスの介入で X4。まあいい感じのペースですね。ターン終了。オニキス教授は非実体化。これでドローするよりもカウンター乗せた方がいいか。いや、カウンター乗せられないか。ロークスワインジョ起動。ドローしていきます。あ、いいですね。バントレス城来た。ターン終了。オニキス教授を追放するかどうかだね。カウンターで落とすか追放するか。タッサの介入 X1。 さあカウンター乗せます。はい、土地を出す。ターン終了。さあなんかクリーチャー展開してほしいところですね。どうせなら除去使いたい。除去を使いたい。カードを2枚捨てる。クリーチャーカードコスト2以下ないね。はい、 OK。 これとこれ捨てましょうか。はい、まあ、特に問題はないですね。それじゃあもうここで引いちゃいます。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。はいはい、7枚でキープ。さあ突撃者。はい、ターン終了。さあこれしのぎきれるか。ターン終了。
殴ってきた時どうしたらいい？殴ってきた時落雷打ち込んだ方がいいのかな？三三速攻。それはきついぞ。いやー、ちょっと待てよ。一旦落雷。そうだね、はい。落雷でここを落としとこう。まあまあまあ、いい引きですね。ターン終了。苦悶の開墾をちょっとそこら辺でなんとか打ちたいところなんですけども、はい、もう一つ落雷。さあ、まず苦悶の開墾。さあ、マジックミサイル追放。ターン終了。3点ダメージなくなった方がいいかな。3点食らって4点回復するのと、食らわず1点回復。さあ、エレボスの介入。さあ、しかし少し楽になりましたね、これで。さあ、土地を出す。はい、予言。1点ずつであればかなり耐えれる。うわ、なかなかそう簡単には耐えさせてくれないですね。6マナ、次で5マナ、あと1マナ。ターン終了。あと1つ土地を引けば77が出てくるんで、さあ、ターンもらいます。お、これはありがたいな。タッサの介入。ま、とりあえず待つか。一回待とう。とりあえず待とう。これが1点であればかなり楽。タッサの介入 X4。 これで土地は確実に来るでしょう。意外と少なかったけど。いいですね、これは強い。苦悶の開墾打ちましょうか。苦悶の開墾。あ、なるほどね。貯めて一気に行こうという感じだったんですかね。さあ、真夜中の時計。ターン終了。さ
さあここでおたけぶゴブリンが来ても、はい、一応ねマイナス、ちょっと待ってよ、何点食らう ?3点、4点、5点、5点であればもうもらっちゃった方がいいんじゃないかな。いやーでも微妙か、やっぱりもう打っとこう。エレボスの介入で X が2、まあ2点食らうけども、ここでもう打ち止めですね。はい、ターン終了。さあなかなか赤ではこの77突破するのは難しいんじゃないかな。お、これは完全にプレミじゃないか。それとも倒す手段あるのかな。まず無理だよね。立腹でも無理だよね。さあそれが打てない。強いね誤報。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあグーアの小道から沼持ってきます。ターン終了。さあ LO ですか。そうなると真夜中の時計が非常に強いかもしれん。まあラフター追放戦、ラフターはやっぱり打たれると追放なんでね、結構きついんで、ここで追放先にできたのはでかいですね。さあここで真夜中の時計、テフェリーの貢献は置かれますけど、その後の物語への没入を才能の試験で追放できればかなりいい感じなんじゃないかなと思います。それ自体はね、もう怖くはないですよね。もう苦悶の開墾いいですね。さあ苦悶の開墾、あれ狂う騒音でいいですか。ターン終了。非実体化でちょっとなんだろう、ダラッとさせてもいいかもしれないですけどね。もし相手が何もしなければ真夜中の時計でもいいんですけど、そうか。
感ですか。なんでだろう。なんか理由はあるんですかね。さあカウンターを置いて、さあ真面目な身代わり、ターン終了。さあここで才能の試験。お相手は否認がある。まあこれは見ても仕方ないか。あ、墓地の才能、没入、追放するの忘れましたね。た、攻撃してもしゃあないですね。これしない。ターン終了。さあ、8枚。さあ、非実体化。ここで否認使ってくれたらまだやりやすいか。はい、OK。まあ、ライフは特に気にする必要ないんで X4 ギリギリでいきます。さあアタック、ターン終了。さあ相手のターンに12個カウンターが乗ったんで、はい、対戦ありがとうございました。変わったスリーブですね。わあ、なんか激重ハンドですけど、まあ、影の氷結あるし、真面目な身代わる、身代わりありますしね。行きましょうか。クリーチャーデッキであったらいいな。赤白黒、なんだろうね。象徴学の教授。一応クリーチャー、ウィノータ？ウィノータかな？ウィノータっぽい？ターン終了。もう3点食らってきた。あ、クレリックね。はいはいはい。クレリック厄介ね。相手はローグを警戒したんですかね。はい。ターン終了。はい、環境科学。
タフ4はなかなかね、処理しにくいね、落第では。マイナス2しか与えられんし、マイナス3与えれるようになった。さあ、戦乙女のみであれば、非実体化で戻します。さあ、真面目な身代わり。はい、沼持ってきてターン終了。さあ、正義の戦乙女。ターン終了。さあ、落第。さあ、タフゼロなんで0点回復でいいんですかね。まあ、もうこの2点は別にいいですよ。さあ、タッサの介入 X2。さあ、とりあえずめんどくさいから影の氷結で一回流しましょうか。さあ、影の氷結。さあ、アタック。ターン終了。はい、オーラー。さあ、落第。さあ、アタック。ターン終了。さあ、そろそろザナーサー来てほしいところですけど。またオラーか。さあ、落第。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターン終了。さあ、沼から持ってきます。苦悶の開墾。わあ、向こうめっちゃいい感じやね、これ。まあ、今回のドラゴンにしときましょう。さあ、なんとか影の氷結まで持っていきたい。
こで吸ったらマグダ出してくるかな。これでマグダを吸うとヤスペラ殴ってコズで、あ、もう先にそうするか。多分ね、マグダこれで出してくれるんじゃないかな。さあマグダ出てきましたね。さあ真面目な身代わり。ちょっとね、真夜中の時計が出しにくいね。厚かましいかれていると。さあターン終了。プリズマリの命令、はい、いいですね。さあ宝物が4つになった。さあ問題はここでカウンターあるかどうかですね。さあカウンターなかったね。宝物4つで止まったんで何も出てこず終わらせたいね、このまま。多分だけど、いやでも真夜中こっちかな。ターン終了。まあ戻すよね。はい、そして借りて、まあ、こいつはちょっと一旦待とうか。はい、さあ骸骨、さあターンもらいます。さあザラサ、はい、土地出す。まだ借りてありましたか。こうなると一気にきつくなるな。ここで10点飛んでくるからね。影の氷結ないと終わりか。参ったな。めちゃくちゃ引きいいね、向こう。影の氷結来てくれ。おお、影の氷結来た。完璧やん。さあ影の氷結。さあ真夜中の時計。さあこれでターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ザナサーロックということでディミーアカラーでね、組んでみた
んですけども、まあ、ザナスは最終2枚しか入ってない状態になったんですけど、まあすごいね、デッキシンプルで、カウンターとハンデスとクリーチャー除去、もうそれだけですね。はい。まあ基本ハンデスやってからザナサを置いてロックかけに行くみたいな感じの流れになってくるんですけど、まあかなり、ロックが決まるとね、やっぱり動けないんでね、強力なロックになりますね。もう土地しか引かなくなりますんでね。はい。まああとは、あ、そう、ランプカードもあるんだね。一応この、真夜中の時計と、真面目な身代わり、まあ、ここら辺でちょっと土地を伸ばしていくっていう感じですかね。はい。まあ、特に今アグロ、まあ、BO1 だとアグロ多いですから、影の氷結とか、まあ、あと落第とかでね、かなり序盤しのいでいけるんで、まあ、あとエレボスの介入がね、時間稼ぎに非常に有効ですね。まあ、あとは廃墟の地はね、やっぱり、1枚は刺しておきたいですね。2色までであれば。まあ、こちらの、グーアの小道みたいな使い方もできますしね、相手の土地破壊して欲しい土地持ってくることできるんで。はい、ザナサ、こう調整していくと、やっぱりなかなか4枚入った状態っていうのは難しいですけど、今んとこまあ2枚で、まあ2枚でも結構回るんですよね、この、どこだ。タッサの介入でしたっけ？どこにある？あ、これか。タッサの介入とかで結構何枚かめくって2枚取るとかいうカードとかも入ってるんで、割と2枚でも引き当てれるんで、まあ3枚は重いかな。3枚にするか、まあ4枚はさすがにね、ちゃんとデッキ調整していくと4枚ってのはやっぱ難しいんかなと思うんですけど、はい、まあそんな感じでね、ザナサーロックでした。よかったら遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。